横浜スタジアムには大観衆が詰めかけています。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの1番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。1番バッターが出塁できるんでしょうか。さあ、そして打席には堂林が入ります。まあベイスターズバッテリーとしては何としても抑えないといけないバッターですね。さあ、2アウトながらまだピンチは出していません。さあ、初球は何か。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。あ、今の球は打ちたかったですね。そうですね。次が4球目。いい当たり、ぐんぐん伸びる、入った、ホームラン、堂林逆転スリーランホームラン。ベイスターズ、ここで試合をひっくり返す一発を浴びてしまいました。ベイスターズ逆転を許します。5対3。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね、悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。